ここ白いね。僕は基本でも最近ちょっとそうでもなくなってきたけど、白熱球な間接照明的な雰囲気というか、こういうだから白い感じのパキーンとした電気はあまり暮らしてこなかったね。人を招いて、だからそうなんだよね。この間どっかでお話ししてインタビューを受けたらびっくりされてましたよ。友達との感じとかみたいな感じで話になって、すごくおもてなすんですよ日々。もう時々言ったことはあるつもりでいたんだけど、そのインタビューの時には、え、そんななんですかみたいな。だから友達とかが常にこう来てて、その友達たちに一人二人じゃなく、飲み物、食べ物、時間帯、あ、音楽とかも、今この感じの音楽流しとこうかな。そっからちょっと時間遅くなってきたら、照明の明かりの具合をこう変えていって、曲のジャンルを変えて、でちょっと眠っちゃった人がいたらさっとこうかけてあげてみたいな、そんな感じなのね。そんなことしてるんですかみたいな。だからその連絡先教えないとかってなると、孤独感というか、こう一人黙々絵を描いているみたいな感じに思われていたらしく、そんな感じなんですよ。水いっぱい飲んだ方がいいんだ。水いっぱい飲んだ方がいいんだけど、あんま飲めない人もいるみたいだね。なんか1日2リットルとかさ、体整えるのにはとか言うじゃない。でも飲めない人は飲めないみたいなね。飲めない、飲めないです。おー、でもさ、お酒だと量すごい飲めたりするんじゃないの。めっちゃ飲めます。ねえ、間接照明って、なんかいい置き方とかあるんですか。間接照明ってあんまよく分かってない。こういう感じでしょ。間接の感じなんでしょ。一個ね、電気ね、修理に出さなきゃと思ってて出してないやつを昨日眺めてたのが、もうね、何年も壊れたまま修理に持っていこうと思って持って行ってないのがある。スタンドライトなんだけど、でかいのよ。カバーがガラスで、それをガバって取ったところに電球がついて、このぐらいのスタンドなの、ちょっと低い。でカバーのガラスをこうってかぶせるときに電球に当たっちゃったの、俺が。で電球がバリッと割れちゃったわけ。で割れた破片は落ちた、この辺のは掃除できてるんだけど、このソケットのところに割れたこういうのプラスソケットみたいなのが入ったままなんだよ。あ、今でも話しながらやる気になればできるかもな。でもそんな状態だと、もう、あ、もう自分には手に負えないから、買ったところなのかに持ってって、なんかそれを抜いてもらってやんなきゃなと思ってたんだけど、今話してたらペンチとかでさ、こう回していけばきっと回って取れた。そしたらここがもうソケットだけの中をこう破片とか掃除すれば使えんじゃん。なんかさ、 YouTube こうやってやってくれてるじゃん。そういう何でも屋的な感じ、や、なんかやってくれない、そういうの。わかんないけど、なんかいろんなことをやってくれるじゃん。シンゴチンとか、リトカ名人、そういう感じで、その壊れた電球直してくれない。そうなんだよな。でもあれでかいんだよ。どんくらいあるんですか。このぐらいなんだけど、かぶせるやつがね、このぐらいの丸いガラスなの。重い、重い、重い、怖いでしょ、それが。壊れた時に新しく買い直そうというよりも、ちゃんと修理に
出す感じなんです。微妙なとこじゃん。壊れたわけではないわけ。今あんまりないさ、LED じゃないやつだよね。電球、LED でいいんだっけあれ。それの電球んとこがブリーンって割れて、中のあの下の銀の回すところが入れるところに残っちゃってるんだよ。で、それを買い替えようっていうことね。それはないよね。スマホのさ、画面を保護するののガラスの方のシート、それがクシャッってなってる感じだよ。しばらくそのままでいるけど、そのガラスのやつ取ってまた新しいのすればいいわけ。その状態でスマホ捨てないでしょ。そうなんだよ。だからそれ持ってきて、そこを直すの取るか。あと包丁の研ぐのも、ほんと昨日買ったのが届いたの。研ぐマシン。マシン？マシンでもないよ。なんかこんなんだけど、なんか包丁こうやってやったら綺麗になるっていう。これじゃないんですか？これじゃない。きっと包丁の方をこう入れるやつなんだと思う。それも昨日買ったやつ届いてるから、それも持ってきてさ、取ろうじゃ。そうだね。そういうきっかけが必要かも。ぜひ。あの電球もね。だから修理的な、でもさ、修理もさ、どこに出すんだって感じなの。インテリアショップで買ってるから、しかももう下手したらもう10年もっと前みたいな、そんな割れた状態のものを持ってってさ。でインテリアショップとかってさ、いろんなブランドを取り扱ってたりするじゃん。そこに急にこれ持ってってさ、割れちゃったんでなんとかで直してくださいっていうのもって考えてると面倒くさくない？なんかグッチです、グッチのものをグッチに持っていく方がさ安心感あるじゃん。で包丁のやつもさ、なんか買っちゃったんだよ。持ってんだよ、2個ぐらい。ほぼ使ったことないけど、なんか切れ味が悪いなと思って。包丁も買ったんだよ。さ、めちゃくちゃ切れ味いいなと。買ったものだから、新しいから。それと一緒に包丁研ぐのも買ったの。それは前の切れない包丁を研ぐために買ってんのに、切れる包丁が来ちゃったから、研ぐやつはなんかこう切れる包丁で切りながら、ちょっと肘で端にやってんのよ、こう見なかったことないみたいな感じなんだけど。持ってこよう、あれも研ごう。怖いじゃん、研ぐ。歯を研ぐって怖くない？